はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、岡本和真選手の次の4番候補というところで、すごい選手が見つかってきたよというところを皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思っております。まあその選手名を明かす前にですね、ちょっとね、現状の、まあ、岡本選手であったりとか、巨人の状況っていうのを振り返っていきたいんですが、まあ、今現状、巨人、先日というか昨日ですね、単独首位になりまして、まあ、非常にチームとしては、なかなか打ててないんだけど、ピッチャーがよく頑張ってくれてるから、首位に行けたっていうのはあると思います。で、その中で、岡本選手なんですが、まあ、昨日ね、2本ホームラン打ってまして、まあ、ジャイアンツのね、まあ、不動の4番打者ではあるんですが、まあ、最近ずっと、まあ、噂というかね、言われ続けてるメジャーリーグというかね、うん、メジャーリーグに、まあ、本人も行きたいと。で、メジャーのスカウトも非常に、まあ、岡本選手であったりとか、まあ、ヤクルトの村上選手であったりとか、まあ、ピッチャーで言うと佐々木朗希選手とかね、まあ、その辺を、まあ、すごくマークしてるよというようなお話がありますと。で、まあ、岡本選手が、FA というかね、海外 FA で行くと なればね、数年後先なんで、まだ、直近ではね、ジャイアンツの4番候補を考える必要はないんですが、まあ、やはりね、ポスティングで行けるというか、行くんちゃうかっていう、僕はそういうふうに思ってるんですよね。今年のオフか、来年のオフあたりに、僕は岡本選手が、まあ、ポスティングという形で、まあ、メジャーに行くんじゃないかな、というふうに、思ってますと。で、本人も、まあ、昔から、メジャーには興味があって、まあ、行きたいというふうなことは、まあ、まあ、皆さんも知ってる通りですね、そういう海外志向っていうのはあるんですよ。で、その上で、まあ、今、チームを見ていきますとね、まあ、岡本選手抜けたら誰が4番務めんねんっていう話だと思うんです。で、まあ、坂本選手とか、まあ、いろいろ主力選手いますけども、やはり年齢のね、ところもありますし、まあ、どんどん、まあ、落ちていくじゃないですけども、やはり若いのが出てこないといけないっていうところで、特に、やはりピッチャーであったりとかっていうのは最近いいんだけども、やはり岡本選手が抜けた時の4番バッターでどうすんのっていうのは、意外と、言われてないんだけど、僕は非常に大事だと思うし、まあ今年のドラフトなんかも、大学のジャパンの4番のね、西川選手でしたっけ？右バッターの。っていうところは多分おそらく取りに行くだろうし、っていうところがあるんで、まあ直近、今、必要かって言われると、まあそこはちょっとわからないんですけども、まあ少なくとも数年以内には、それ候補になる選手というかっていうのは作っていかないといけない。獲得するのか、生え抜きで作るのか、それはわからないですけども、まあ、本音を言うとですね、まあ生え抜きでね、作っていきたいっていう、ところが理想なんじゃないかなというふうに思います。まあちょっと少し、冒頭長くなってしまったけど、じゃあ誰やねんって話なんですけど、まあおそらく皆さんも、まあ名前は一度は聞いたことあるかもしれませんが、ジャイアンツのティマ選手ですね。013のまあ今、現状では育成選手ではあるんですけども、非常にやはりパワフルというか、じゃあ誰が4番務めんのと。もし岡本がいなくなった時、誰が行くのっていう話になってくると、僕は、この選手が一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今、先ほどね、生え抜きがいいんちゃうかというふうに言いました。で、このティマ選手、まあ、ティマっていうぐらいなんでね、まあ、日本人ではないですし、まあ、ドミニカ共和国の出身の選手で、日本人ではないです。ただ、しかし、今、19歳なんですよ。19歳なんですよ。で、なんとプロ通算ね、4年目なんですよ。っていうことは、まあ、16歳から、まあ、日本に渡ってきて、必死に、まあ、育成選手でありますけども、非常に必死にね、頑張ってきてるっていうところ。で、まあ、16歳で、まあ、獲得するっていうぐらいですから、やはり長期的にね、まあ、ジャイアンツの4番を張ってほしいっていうところが、おそらく、まあ、球団の意図としてあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ、今、もう4年目なんだけど、まだ19歳っていうところで、まあ、
日本人の感覚からすると、なんかすごくちょっとこう、あれっていう感じはあるんですけども、非常にね、まだ若いというところが非常に大きな魅力の一つじゃないかなというふうに思います。で、ティマ選手なんですが、昨年まではですね、3軍を主戦に、頑張ってましたと。で、今年からですね、まあ2軍を主戦にして、頑張ってますというところで、まあ桑田監督が2軍の監督になられまして、まあ開幕なんかはね、ティマ選手を4番で、起用しておりました。ただ、まあやはり、まあ桑田監督もおっしゃってましたが、やはりその3軍と2軍ではね、ちょっとレベルは、やはり、ワンステップ上がりますから、なかなか苦労するだろうと、簡単にうまくはいかないだろうというふうに思ってますが、それでも起用をしますというふうな、桑田監督のね、言葉ありまして、実際ね、今までで31試合、今年ね、今季、ファームで出ておりますと。で、打率が1割9分8厘。で、ホームラン2本。で、打点が10。で、っていうところですね。長打率が3割1分1厘。で、OPS 543。得点圏が0割9分7厘。で、失策5というふうになってます。まあ、その、成績を見るとね、まあ、まだまだだなっていうふうに思われると思います。ただ、今日ね、なんと、まあ、グリフィンが、今日2軍で先発をしたんですよ。で、DNA に、まあ、2対1っていう形で敗れた試合ではあったんですが、まあ、グリフィンの調子ももちろん気になってはいたんですが、まあ、ここの試合でですね、浜口投手からかな、えげつないホームラン打ったんですよね。うん。レフトスタンドかな、めちゃくちゃえぐいホームラン打ったんですよ。ティマ選手が。で、それで、まあ、今年2本目のホームランなのかな、なんですけど、ちょっとえぐいなと、飛距離も考えたし、で、見ても、ちょっとエグいなと思うし、で、まあ、浜口投手って、まあ、一軍でもね、実績のあるピッチャーなんで、そのピッチャーから打ててるっていうのは、やはり、まあ、去年よりも間違いなくレベルはアップをしてるなっていう感じはしてますと。で、バッティングの、まあ、技術的なところを見ていくと、で、まあ、やはり体も大きいですと。体、身長が193センチで、まあ、体重86キロって書いてますけども、86なわけないんですよね。100キロ以上絶対ありますと、今現状で。で、バッティングにおいて、まあ、体が大きいというところはありますと。で、やはり、変化球の対応だと思うんです。僕は、アメリカ人じゃないけど、その外国人が日本で活躍するかしないかって、まあ、変化球の対応と、まあ、それに伴って、その、低めの変化球にバットが止まるかっていうところが非常に大きい、要素だと思ってまして、で、ティマ選手の打ち方を見ててもですね、やはり、コンタクトに重点を置いてるというか、あまり体重移動しない打ち方、なんですよ。ただ、やはり先ほど言ったように、体が大きい、パワーがある、もうその馬力がそもそも日本人と違うというところがあるんで、小さな体重移動でも、すごくボールを飛ばすことができる。これ、今僕説明しましたけども、もしかしたらどっかで聞いたことあるような説明だと思うんです。これ、なんと大谷翔平選手もノーステップ打法というところで、メジャーに行ってね、そういう形で打ってすごくホームラン打ってますよね。で、体見てもまあ、ほとんど大谷選手と変わらないというか同じぐらいのスケール感なんですよ。大谷選手も193センチでまあ、100キロ以上ありますと。で、ティマ選手も193センチでまあ、100キロ以上あるというところで、まあ、スケール感で言ったら同じなんですよ。だから。同じね、ような小さい体重移動でも、ボールをすごく遠くに飛ばせるっていうところがあるので、そういったところは、それはね、体重移動少なくして、それで飛ぶんだったら、絶対そっちの方が確実性は上がるんで、そういう打ち方は絶対した方がいいんで、間違いなくね、今のやってる方向性っていうのは僕は間違ってないのかな、というふうに思います。でですね、まあその成績なんかを見ていくとですね、まあその今現状サード三塁手を守ることがまあ多いんですよ、ティマ選手ね。でそれってまあ岡本選手がまあ今ファーストにいますけど、もともとサードを守ってたじゃないですか。で完璧にそこを意識してのまあその起用法というか、
そういったところをやってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、サードを守れるってことは、まあ、ファーストも守れるでしょうから、で、もともと外野手っていう ところで登録もしてるんで、まあ、外野はの守備はちょっと見てないんでわからないんですけど、まあ、外野もそこまで、下手ではないのかなっていうふうに思います。まあ、三軍というか、サードの守備なんかを見てると、まあ、グラブさばきとかも結構柔らかかったりするんで、そこまで、スローイングというところにも難を感じないし、まあ、ただ、今回ね、まあ、31試合で出てて、まあ、失策が5個あるというところで、まだまだ守備には、まあ、課題感があるのかな、というふうには思いますけども、まあ、ティマ選手に求められてるっていうのは、やはり長距離というか、まあ、ホームランですので、まあ、ここをね、守備を、おざなりにしたら、ダメですけども、やはりその長所のところを伸ばしていく、どんどんその自分の、一番いいところを伸ばしていって、そこから、欠点というか、苦手なところを埋めていくっていうのが僕は非常にいいと思いますし、まあ岡本選手もサードで非常にね、うまい守備、ファーストでもそうですけど見せてますけども、もともと、じゃあめちゃくちゃ守備もうまかったかって言われると、それはプロに入ってたくさん練習してうまくなってるわけなんで、ティーマ選手も、まあグラブさばきであったりとか、スローイングとか、そういったところを見てると、センスはあるなっていう、ただ、まだ腰が高かったりとか、なかなかこうスローイングがね、ちょっと雑な感じで、球がこう、吹けたりとか、そういったところはあるんで、そこをね、しっかり、まあ、まだ16歳ですからね、19歳ですから、そこをしっかりね、やっていければ、僕は非常に面白い選手、まあ、岡本選手がメジャーに行った暁には、まあ、ティマ選手が、4番に座る、そういった、未来図なんかも僕は、見れるんじゃないかなというか、もうほんまにこれは、この予想とかじゃなくて結構これ確定になってきてるんじゃないかなっていう感じは僕の中ではすごくしております。はい、そんな感じでね、今日は育成選手なんですけども、013、ティマ選手のことについてお話してきました。まあ僕が見る限りですね、非常にまあ毎年レベルアップを踏んでると。で、打撃に関してもまあ桑田監督が言うように、まあ苦労はするんだけど、その中でも起用していくっていうところで、そこからも期待の大きさっていうのはすごくわかると思いますし、まあその、まあ支配下にいつ上がるんだとか、まあネット上では言われてますけども、やはり、まだね、まあ一軍でじゃあ活躍できるのって話になると、僕はまだ全然無理かなっていうふうなところはありますと。まあパワーっていうところに関しては全然ね、劣らないというか、一軍でも上のクラスにはいると思うんですが、じゃあそれが当たるの？一軍のあのコントロールのいいピッチャー、スピードのあるピッチャー、コントロールの綺麗、変化球の綺麗のあるピッチャーで、じゃあ打てるのって話になってくるとまた別だと思うので、そこは今ね、二軍に行って1年目ですけども、もう1年ぐらいね、来年ぐらいまで二軍でしっかり修行して、育成から試合下に上がってっていう形になってくると、僕は非常に、だから2年後かな、2年後ぐらいには、非常に面白い選手になってくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ皆さんもね、非常にこのティマ選手にかける期待というのは大きいと思いますけども、そこはね、じっくりちょっと待ってというか期待しておきましょうというところでね、今日の動画終わらせていただきます。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。